ラモンビジェダ・モラレス国際空港は、ホンジュラス第二の都市産、ペドロスーラにある国際空港である。名称は1957年から1963年にホンジュラス大統領を務めたラモンビジェダ・モラーレスにちなんでいる。また、ラメサ国際空港とも呼ばれる。サンペドロスーラの市街地から1 1トルのところに一致している。 2010年度の利用者数は約74万2000人で、ホンジュラス国内で最も利用者数の多い空港となっている。ホンジュラスの空港運営会社インターエアポーチ社のプロジェクト計画の一環で、2015年までに新ターミナルビルが完成する予定。その費用の一部とするため、現在空港使用税として約39ベイドルがかけられる。旅客便貨物便。 ありがとうございます。